はい、皆さんこんにちは、ワナリグルイシです。では今回インペラトルローマの続きをやっていきましょう。ちょっと目的を見失ってダラダラプレイしそうな様相があったんですが、まあ昨今とね、この世界情勢をまあ鑑みてですね、目的をようやく決めました。ズバリイラン、これをね、取りに行こうということで、現状だとイランはこのセレウコス朝反乱勢力というところと、あとセレコウス朝のね、この辺りを、まあ、制圧するというのを目的にやっていきましょう。で、そのためにはフリーギュアとはもう同盟を結んで、フリーギュアを経由してセレコウス反乱勢力、セレコウス朝と、この辺りに攻め込んでいくというのがいいのかなというふうに個人的にちょっと現状思っていますので、そういう進め方をしていきたいと思います。では、早速時間を進めていきましょう。で、発明ができるから発明入れておきましょうか。で、ここはやっぱりどうしてもね、この先、戦争が続くので、預言者を入れておきましょう。陸軍の士気回復がプラス 2% 入ってきます。で、今はリフヤーンと戦争中ですね。リフヤーンはここです。まあ、リフヤーンとの戦争は早々に切り上げて、フリギアと同盟を結んで、セレコウス朝の方向に入っていきたいなという思いですね。なのでちょっと外交の状況も確認しておきましょうか。まずは反乱勢力、特にフリギュアと同盟を結んでいるような気配はない。セレコウス朝もフリギュアと同盟を結んでいる様子はない。であれば我々はフリギュアとは仲良くさせてもらって、この先しっかりと同盟が結べるような状態にしていきましょう。影響コード、関係コードかな、関係改善を行っていきます。あ、セレコウス朝じゃない、やりたいのはフリーギュアだ。フリーギュアと仲良くしたいんだ。同盟の提案できないもん。なので、評価の改善を行っていきましょう。無駄に、弁舌を使ってしまいましたが、まあ、弁舌余裕があるのでいいでしょう。じゃあ、リフヤン攻略、次やっていきます。もう、リフヤンに対しては、今、和平交渉も可能かなっていう感じはするけど。もう、だって完全に、すべての都市を平らげて和平交渉に入れましょう。従属の作成を行います。よし、和平成立ですね。これで渡り領土が拡大、エジプトがだいぶ領土を広げましたね。で、リフヤンはリフヤンで一応残っているという状態なので、早速じゃあね、残り南下政策を取りつつ、勢力を広げて、フリーギュアと同盟が結び次第、イラン方面へと進行していきましょう。一旦軍は戻します。いやー、やっぱりもうこのね、新しいゲーミング PC、むちゃくちゃ快適です。録画しながらでも、インペラトルローマ、前はもっさり動いてたのがぬるぬる動いてくれて、すごくいいですね。で、横領役人という話ですが、どうしてようかな。忠誠を失うのは絶対に嫌なんで、忠誠を失わないものを選んでいきましょう。ぬるぬるといえばね、ぬるぬるマッサージに、またタイに遊びに行くんで、もちろん行くんですけど、それがもう今から楽しみすぎるな。やっぱり、タイに遊びに行ったらね、なんといっても、マッサージ行って、夜はゴーゴーバー行って、っていうね、
遊びをしていかないと、やってらんないですからね、もう。社畜生活、毎日の。さてと、お金もあるし、人的資源も割と余裕はある状態なので、また、まとめて、少し建設関係をやっていきましょうか。特にね、新しく得たこの領土、ここに物を作っていきましょう。砂漠か。砂漠はでもな、作りようないからな、物をね。一応、それっぽいことをやるにせよな。砂漠自体に何かを作っても、あまり得られるものはないので、やっぱり、この辺り変えましょう。人口が多いものを中心にね、その土地その土地の中心に入れていった方が効率が良さそうなので、そういう方針で、金が尽きるまでちょっと入れておきます。今回タイムは3泊4日で、ちょっとね、のんびりする余裕があまりないという、強行軍なんですけど、もう社畜なんかやってらんねえよっていう、勢い任せでいく感じですね、だから。本当にね、もう、会社理不尽で腹立つことばっかりですからね。まあ、とはいえ、まだ人生長いので、感謝を起こして、やめてやるぜっていう、それほどの勇気もないっていう。これがね、社畜の、社畜たるゆえんだと思うんですけど、悲しいかな、そういう状態なんですよね。ただ、タイに行ったらね、もう自由を謳歌できるので。やっぱり、今回は3泊4日で行っている理由っていうのは、なかなかね、休みがすんなりは取りづらいという状況もあって、どうしても、連休が取れない。で、そうなると、まあ普通に考えて、土日を使うしかない、ということになるんで、土日を使うとなると、まあ、基本2連休になるんで、そこに今回は、これでもだいぶ贅沢をした方なんですが、前後、金曜と月曜、休みを入れて3泊4日ですね。で、タイはね、やっぱり4泊、5日ぐらいが一番いいかなと思います。まあ、5泊以上するとちょっと飽きてくるっていうのと、まあ、夜遊びを僕はやっぱしてしまうんで、そうなると疲れもね、すごいですね。とにかく、地方症。マジか。ラジと地方症になっちゃったか。さてと、未使用の交易路があるという話であれば、ちょっと交易路考えてみる？重騎兵が作れるようになる、軽騎兵が作れるようになるっていう馬。で、穀物は人口増加。海産物も人口増加。家畜も人口増加だ。あとは、自由に国家人、それぞれボーナスが効いてくる感じかな。で、人口で言うと、このあたり、貴金属とかだと、都市の中精度がプラス 0.01。0.01 っていうのがどれくらい効いてくるかですよね。で、オリーブは奴隷関係が上がっていくんですね。夏目ヤシは自由。あとは国家商業収入がプラス 5%。いや、プラス 5% って結構大きいですよ。石材。都市の要塞防衛がプラス 5% か。建設コストがマイナス 10% のボーナス。で、狩猟肉だと弓兵の規律が上がります。金属だと警報兵。そうなんだよね。金属はこれがあるからいいんだよね。
あとこの先考えると、どれを優先的に出てったらいいのかっていうのも、ちょっと考えていった方がいいですよね。じゃあここは都市の税収アップ。一つはね、宝石ですよ、宝石。でもう一つは、どうしようかな。悩ましいけど。大体の防衛速度とか上げてもしょうがないしな。織物しよう、都市の税収プラス 10%。 とにかく金だ、金、世の中金ですよ。何、監督が現れたとこ、どこだ。うわ、変なとこに現れてくれたよ。で、劇はできるの、満足。ほっといたらやられるよ。しょうがないなぁ。第4軍を出そう。第4軍に移動してもらいます。性が高いやつをやっぱりどうしても総的に任命せざるを得ないっていうね、悲しい定めなので。前回、ずっと見ていただいている方はもうご存知だと思うんですけど、以前はね、完全に忠誠を失って国家運営が成り立たなくなったというのがあるので、全てにおいて優先すべきは忠誠心、これをね、優先していきましょう。何、ガダラバ州の奴隷が反乱。ちょっとこれも確認しないといけないな。どうしてもね、定期的に反乱が起きてくるので、これを都市の忠誠を上げて、なんとか改善をしていきたいんですが、追いついていないという状態ですね。奴隷の反乱も、奴隷の反乱、ちょっと抑え込みに行かなきゃいけないわけだ。奴隷をなんとか、抑え込んで、蛮族も抑え込んでっていうところからですね。で、デルファイの信託が来てますが、これ2社択一になっていて、国家の不穏度、あとは月間の正当性。これのトレードオフですね。ゲージを捧げるのコストが、まあ、いずれにしても下がるのであれば、一旦国家不穏度を犠牲にしておきましょう。で、ここには奴隷と、蛮族と、二つ展開してますね。これを、まずは、鎮圧しにかかりましょう。で、総督の不在のところは、総督、忠誠が、まあ、最低70以上だ。70以上の人間を、ちょいちょいちょいと選んでいきます。イランを、なんとか手に入れたいという話なわけ。反乱軍の奴隷どもの手に落ちたのか。要求にすることはできないから。まあ、ここは再奪還しに行くしかないですね。まあ、今、1万2000が向かってるので、これで、なんとか型はつくとは思います。で、フリギュアとの外交はどうなっている？まだ同盟はできないので、関係改善だな。さあ、奴隷反乱の鎮圧だな。どうする？見せしめるか。
それとも寛大さを示すか。まあ、ここは一度しっかり許してあげましょう。これでドレードもがね、二度の反乱を起こさないのであれば安いもんですからね。では一旦時間を止めて、発明ちょっとそろそろしっかり中身吟味していきますか。まずはレベル5に達しているトーチの進歩、これだとどうなんだ。道徳教育やっても研究ポイントがプラス 10%。 これすごくでかいよな。伝説の確率、なんだ伝説の確率って、すごい響き的には伝説の記録もある。宗教研究速度が上がる。ここは伝説と言われたらね、伝説を確立しましょうよって言いたくなるような。まあただ記録にしておきましょう。で、ケージが発動可能でしょ。まあ、研究ポイント 6.4%。 すべての州の税が 12% はでかいよ。ハデス、祝福を得よう。で、軍事の伝統も来たね。景気兵の攻撃なら上げていきましょう。そうなるとあれだね、景気兵をちょっと増やしたもん。いいかもしれないですね。この先のことを考えると。さあ、どうする？卓越した大臣。今年の歳入はかなり期待できる。お。ここは、すべての州の税プラス 10%。これでかいね。さあ、では、A を戻しましょう。駐留させてもいいぐらいだけどね。こういう辺境の地は。再び、敵の戦火にまみれる可能性もあるからね。じゃあ、続いて、どこをターゲットにするかですが、アラビア・アトシヌス、もしくはタムード反乱勢力。どっちを先に潰すかだな。ちょっと確認しておきたいのが、それぞれの部隊の数だね。アラビア・アトシヌスは15持ってるんだ。で、タムード反乱戦力はな、シダンスの話をしている。それなりに持ってるね、師団数。ただ、それにしたって、エジプトの敵ではない。一気に敵を踏み潰しにかかりましょう、いつものパターン。これで3万近い軍勢を動員できると思うので、3万を動員して、一気に、このアラビア・アルシヌス、あとはタムード、内乱状態のタムード、これを屈服させていきましょう。本丸はあくまでもイランですね。イラン。ただ、フィリギアに対して、まだうまく、交渉ができていない。さすがにフリーギアとね、戦争する力はないので、フリーギアに対しては、何としても、関係改善をひたすら行っていきましょう。同盟を結べるところまでね、持っていきたいと思います。じゃあ、アラビア・アドシヌスとの国境境に部隊が展開するまでちょっと待って、宣戦布告をしていきたいので、そうだね、先に、
アルシニスの方に影響行動で侮辱しておきましょう。これ関係が激悪になるはず。一応あのタイに遊びに行った時のあの行動パターンですね。いつもはですね、まあ、大体午前、まあ、東京羽田か成田、あ、午前の便に出て、まあ、夕方までには到着するとバンコクで、バンコクの渋滞がひどいので、もう最近はね本当に公共交通機関、前はタクシーを使ってたんですけども、最近はいわゆる鉄道とかモノレールとかバスとそういったものを使うようにして、市内に移動すると。で、まあ5時6時ぐらいにはもうホテルに着くんで、まあ一抜きしようぜっていう感じですかね。そこから一抜きして、まあ7時8時ぐらいかな、8時ぐらいに55番に繰り出すというのがね、いつものパターンですね。さあ、戦争は始まっています。でも、行くマッサージ屋さん、もうこのチャンネル見ていただいている方はたびたび登場しているので、またかと思われると思うんですけど、一応、いつも行くマッサージ屋さんに行きますね、今回は。でも、行く55番とかもほぼ決まってるので。何？ラジットが死んだか。そしてここでニューラジット。さてどうする？フリギュアのエジプトの評価50。ここまで改善してきてたのもちょっと微妙だもんな。正当性20を失ってても、一旦、ちょっと待ってね。これ、ちゃんと確認しましょう。新ラジットが、フリギュアに移動する。うん。下は？エジプト、フリギュアの評価、双方50下がる。いや、これはないだろ。50下がるって痛すぎる。いやー、ラジットが死んだか。ニューラジットだな、ここからは。で、敗北するよね。敵、多い。1万4000という数。まあ、ここは敵軍を一周していくしかないね。これであとは敵を撃滅するだけだな。伝説の確率を入れるか、人気獲得しとくか。まあ、ここは新しい王になったばっかなんで、人気獲得を選んでおきましょう。第一軍の指揮官がいないと言われてもな。残念ながら70を超えている中世の熱い人間がいない。もうちょっとしっかり中世史の熱い人間が欲しいんだけど。で、不忠な人物が 30%。 いや、内乱を起こされるともう終わるからな、このゲーム。内乱を起こされないように第8軍と第6軍、医師長の友人。まあでもこれ、こいつらをな、
どうすることもできないからな。本当に危険です。前回の悪夢が蘇る。いなに、ナバティアが疑いを持ち始めているだと。ナバティアめ。ナバティアとの関係改善を急いでやりましょう。手遅れになる前に。今ナバティアが裏切ったら退路を断たれてしまうので、それだけはないように評価の改善を送っておきましょうか。なんとしても早期にここを落とします。で、和平工作を行う。まあちょっと提案しかないね。提案しちゃいましょう。これで一部割譲させたね。まあアラビアアドシニスをもう一度改善して撃滅するというのもありだし、リフヤーンもう一度壊滅させるというのもありだし、で、フリーギアはどうなってる？フリーギア。フリーギアとのね、やっぱり関係が一番重要なので。フリーギアとは同盟がまだ結べないか。でももうこれ以上は評価上がらない。フリーギュアに対して一度同盟交渉をしてイランに攻め込む準備をしたい。ちょっと部隊の方は引き上げていきましょう。ここに居続けるとひどいことになる。どうしてもね、補給の少ないところだと、そこにただいるだけで兵が減ってってしまう。攻撃拠点の発展が来てます。ちょっと中身確認していきましょう。市民が現れる。どれにしても市民か奴隷が生まれるパターン。いや、違うね。継続的に投資を促進させようだと、都市の人口増加プラス 0.2。これが一番将来にわたっては良さそうですね。タムードの内戦が終結か。ちょっと待ってね。これさ、戻れなくなってるね。アラビアアトロシニス、アラビアアドシニスとエジプトの間が分断されたので、戻れなくなってるから、
アラビアアドシニスをもう一回脅して、ぶっ殺すしかないね。しょうがない。完全に、潰しきるしかない。そういうことだな。では、もう一度改善するって、なんかちょっとバカバカしいというか、何やってんのって話だけど、アラビアアドシニスを完全に亡き者にしていきましょう。これでもう国家安定度がボロボロになったんで、生贄を捧げていこう。修正を失いたくないからな。ちょっと待ってね。タムードは置いといて、アドシニスはさ、一体どこと戦争してるわけ今。我々は、プレミア、リフヤン、タムヤード、アラビア、アドシニスとも、ちょっと待って。ちょっと待ってね。リフヤンって今出てなかった、リフヤンで。リフヤンとも戦争中か。となると、軍を送り込むしかないな、リフヤン。今戦争はもう一度確認します。プレミア、プレミアがどこにあるかちょっとわからない。プレミア。ちょっと確認していきましょう。まずプレミア。あ、ここか。ブレミアだし、しかも。で、ブレミアが進行してきてんじゃねえか、よく見たら。ブレミアめ。やってくれるな。ブレミアが 58,000、5800、5900、約1万か。しょうがない。これの鎮圧に行こう。第2軍は、ブレミアの鎮圧。で、リフヤーンと、タムヤード、タムヤードが結構でかいよな。タムヤードも潰しに行くしかない。タムヤードもしっかり逆らった報いを受けてもらいましょう。南下する部隊と北上する部隊で分けていきます。くそー、リフヤン。完全な裏切り行為だからね。軍が到着するのを指を加えて見てるしかないので、状況を整理しておきましょう。まずは、ブレミアに対しては第2軍8000を出したので、この8000で敵を撃破していきます。ちょっと撃破できるのか、クエスチョンですね。うわ、ブレミア結構部隊展開してくんな。これ見ても5300。
ユダヤが一応ブレミアに対して軍を出してくれてるので、まあエジプト半島の方はなんとかなりそうですね。で、タムヤードの方も問題なく進撃ができると思うので、リフヤーンだけちょっとあれだな、兵力的に不足するかもしれないですね。はい。では、今回はここまでにさせていただいてですね、まあ、なんとか、戦線を維持しつつ、フリーギュアとの、まあ、同盟、あとは、最悪ね、軍事通行権を確保して、イランへ進攻していきたいと思います。本当に軍事通行権だけでもいいんだけどな、フリーギュアに対してね。軍事通行権の要請したいなぁ。あ、では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。